ゆくきん TV エビデイ。あれ YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは野田ちゃん軍団の三大将です。やったー、ありがとうございます。ゆくきん TV 出なかったんです。ゆくきん TV だ。ゆくきん TV に出た、夢叶いました。ありがとうございます。野田ちゃん軍団の上積みのワンちゃんとな、右腕左腕に来ていただきました。いやー、ありがとうございます。野田ちゃん、ジュリンちゃん、ナオトです、ナオト、ミチガルのナオトです。ナオトに出ます。ねえ、こんなメンバーね、まあ、先ほど、まあ、時系列で言うとちょっと配信を出させていただいたんですけど、ね、今回はちょっと記念、おしゃべりコーナーということでね、まあ、恒例のゆくきん TV ゲスト会恒例の、あなたたちの、今まで生きてきた芸人人生で嫌いな芸人を一人ずつ、まず野田ちゃんさんからお願いします。ちょっとね、僕のね、YouTube の生配信の中で、殺すって、YouTube 一番いけないじゃないですか。殺すとか生配信でいけないですね、めちゃくちゃ言ってたんで、一番嫌いな芸人は、ゆっくんちゃんです。それは逃げだな。え、こういう、寒い、ダメなんですか。ゆくきん TV ってガチキン TV っていう噂も、ニックネームもあるぐらいガチじゃないとダメなんですよ。誰が喜ぶんですか、このなんか BGM の打ち上げ。本当に言えなかったら、P 入れます。 BGM の打ち上げの奥さんが一番やってるやつ。これでも生配信ですよね。あ、これ生じゃない、録画だから、そういくらでも、P 入れれるし、で、そう、P 入れれりゃ、P 入れなきゃいけないなら P 入れるし、ぬるいなら面白くないじゃないですか、その人の言ってるワード。マジで後輩たちにいきなり振るのはいけないです。ちゃんと先輩が道筋出してくれる。そういう意味で、メディアいっぱい出てますよ、テレビ。アベマでも、スーパーチドリさんも。もう手だれの野田さんが全部ちゃんと、そうですね。問題のない、嫌いな芸人言ってくれると思うので。いや、これやっぱ人気あるだけありますわ。ゆくきん TV、そう、少年を知りたいのがゆくきん TV、 ガチキン TV。 そうなんだ、嫌いな人をただ聞きたいだけ。いや、これもうさ、もうピーで業界見てないから、ゆくきん TV の方が。これ、マジで投資の場合いっぱい言わなきゃ、この収まらない。収まらない。ピー入れてよ。じゃ、いいですか。はい、ちゃんと後に入れます。お前、どうでしょう。今はただ、すいません、これがメディアです。でも僕のライブでも3時間以上喋っていただいて、これちょっと言いますけど、サービスお願いします。口です。ピー入れればいいんですね。はい、お願いします。はい、サラリーマン北村。マジで面白い、やめたんか。売れんの諦めたのか、お前。お笑いってこれじゃないの。振ってボケるってあれじゃないの。振りがあって、今ボケ。ガチを聞きたいんすよ。マジで。だとしたら、習ってたお笑いと違うんですけど。最近のゆくきん、ショートタイプで、5分以内に収めたいのに、尺取りすぎですよ。いや、マジで、今のダメよ。野田さん、嫌いな人とかいいんだ。ちゃんと嫌いな人を言ってくれりゃいいんだから。今ので落ちないんですか。落ちないよ。マジで0点ですよ。いや、すみません。多分これがゆくきん TV なんですか。ちゃんと嫌いな人を言っていただいて、我々がただあーって言って、いやなら、ただ僕が P 入れるだけですので、ギリギリの視聴者さん、もう趣味ありで、もうやめてくださいよ。これ僕行きますよ、そしたら。これが人気あるの。そうでしょ、覚悟決めてる後輩いるんだから。僕ら先輩がちゃんと言ってくださいよ。先輩 P 入れますから。微妙なら、微妙とか怪しいなら。じゃあマジの、ちゃんと嫌いな人。野田さん、みんなと仲いいから。それがゆくきん TV なんだから。じゃあ本当のこと言わなきゃいけないですか。はい、じゃあガチの言っていいですか。いるでしょ。いんの、これ絶対言わないですよ。ゾーンのとこにあるやつ。これマジで P を入る。
P 入る P 入りますそのそのだ収録なんだからいないこれ本当にガチに言いますわ集合じゃないよ収録なんだから、ね、ゼロこれ9土日休めるバイトじゃないんだからえこれガチ休める言わないはいお願いしますチャーミング二郎ちゃんお前つまんなくなったなおい貴様あもうおい終わりでいいだろおいもういいだろちょっと待ってくれ野田さんの優しさがめっちゃ出てるお前売れるの諦めたんだなゆくげん TV もう絶対出るなおいゲスト頼まれたら絶対出ないほうがいいぞコラボしたやつ絶対出るなこれ優しいなチャンネル登録してねありがとうございます